はい、こんにちは、もりもりです。今回もコンパクトにまとめてますので、ぜひ最後までご覧ください。グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでですね、今回はサウナの医学的メリットについて解説します。参考文献といたしましてはいろいろ論文も参考にしてるんですけど、本ではこちらですね。医者が教えるサウナの教科書。北海道大学の医学部を出てハーバードに留学した先生ですね。で、慶応病院とかでも働いてる有名な先生です。ということでね、早速いきましょう。で、一般的なまずサウナの入り方なんですけれども、まず水分補給をします。そして体をしっかりと洗って、ここからいきなりサウナに入る方もいるんですけれども、しっかりと体の深部体温も上げて、中心から温まった状態でサウナに入った方が効率的ですので、まずしっかりと入浴をします。そしてここからが大事なところですね。まずはサウナです。大体ですね、体がホテルくらいがいいんですけれども、一般的には5分から10分がいいと言われてます。では水風呂なんですけれども、これでも息を吐きながらふーっとね入ってしまうと、一気に肩まで使ってしまったら、もうあとはそんなに冷たいっていうのは感じはあんまりないので、最初が肝心ですね。ちゃんとかき湯をして汗を流してから入るようにしてください。これもですね、大体30秒から 1,2 分がいいと言われてます。で、ここが大事ですね。この外気浴です。外気浴は大体5分から10分がいいと言われてますけども、整う時間っていうのは決まってますので、後で解説しますね。で、このサウナ、水風呂、外気浴、これをですね大体3セットくらいね繰り返すのがすごい健康にいいよと言われてますので、是非この辺り参考にしてみてください。で、まずですね、整う時間、これはですね約2分間と言われてます。結構短いなって思う人も多いと思うんですけども、これも整う時間って実は決まってるんですね。で、2つ目はですね、メンタルにいいんですね。精神的にもすごいんです、サウナは。で、名誉クリニックでねこんな報告がありました。週に4回以上サウナに行く人は、うつとかのね精神疾患がなんと 77% も下がったよっていう報告が出ています。これもすごいことですよね。うつとかメンタル系にもすごいいいよっていうのはこの研究では分かってるんですけれども、これなんでかっていうと、その原因の一つに睡眠の質が上がるっていうのがあるんですね。これも3つ目のメリットなんですけれども、サウナに定期的に通う人はぐっすり眠れるんです。で、これもですね、なんと 75% の人が睡眠の改善が見られたよっていう報告も出てますので、なんか結構寝つきが悪いなとか眠りが浅いなっていう人は、ぜひ定期的にサウナに行くとね睡眠の質がぐっと上がりますので、ぜひサウナ始めてみてください。これもなんでかっていうのは医学的に根拠がしっかりあります。で、人は寝ている時に深い睡眠、ノンレム睡眠という浅い睡眠、レム睡眠があるんですけれども、この一番最初の睡眠導入の時に約3時間くらい深い睡眠を取れるかどうかで、眠りの深さとかが決まってくるんです。もう10時間寝ている人よりも6時間から7時間くらいしっかりと深い睡眠、最初の3時間取れる人の方が寝覚めっていうのはすごいすっきりしますし、しっかりと疲れとか取れるんですね。これもしっかりとサウナ入ってお風呂入って身体温を上げることで、そうでない人と比べるとしっかりと深い睡眠が取れますので、こういった研究結果に関わってきていると推察されます。そしてはい、今回のメインテーマですね、自律神経が整う。これはですね、サウナで整う医学的な原理っていうのが分かってまして、これはまず最初にサウナ入って水風呂入りますよね。これによって結構体っていうのは緊張状態になります。緊張状態になると人間の体の中ではアドレナリンが出て、交感神経が優位になります。この優位になってアドレナリンが出ている時に、外気浴に行くとリラックスしますよね。これリラックスすると人間っていうのは副交感神経が優位になるんです。で、外気浴で副交感神経が優位になります。ただアドレナリンっていうのはこの時点で出てるのですぐには下がらないんですね。で、ここでものすごい珍しい現象が起きるんです。それは何かっていうと、サウナ水風呂で出たアドレナリンがすごい、アドレナリンが出ているにもかかわらず副交感神経が優位になります。これがすごい稀な状態でして、これが体の中でいう副わってした整う時間なんですね。はい、ここにもつながっています。ここで整う時間が約2分と申し上げたのは、血中アドレナリンの半減期がだいたい2分と言われているからなんですね。これもサウナ、水風呂でアドレナリンが出て外胸部になって交感神経が優位になると体の中のアドレナリンが減ってくるんですけども、これがだいたい半分になるのが2分間なんです。なので副交感神経優位なのにもかかわらずアドレナリンが出ている、この状態が約2分なので整う時間が約2分と言われています。ただね、整う時間が終わったとしてもなんかポカポカとしたすがすがしい時間はまだ精神的にはあると思うので、そういったリラックスした状態が続くので5分から10分くらいは外気浴して休んでいただいていいと思います。はい、でこのサウナ整う時間を3セットくらいしたら必ず水分補給をしてください。結構汗かいてね、脱水になると特に夏場とか脱水になりやすいですので、定期的に、1セットごとに水分補給するのがベストですけれども、大体3セット終わった後は必ず水分補給をするようにしてください。はい、ということで今回はサウナの医学的なメリットについて解説をしました。ぜひ参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。またね、更新頻度を上げて医学的な皆さんに役立つ情報をバンバン発信していきたいと思いますので、ぜひ引き続き見ていってください。本日もご清聴どうもありがとうございました。